はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリベージュです。では今回は信長の野望大使石田三成プレイ続きをやっていきたいと思います。今はですね、もう完全に長宗我部と戦闘になっちゃいましたが、戦争状態になりますので、これをね引き続きやっていきたいなというところになります。では早速宣戦布告していきましょう。前回ね、最後に和睦をしていますので、今回は宣戦布告するところからになります。で、ここもね、一気に城を削り取っていきたいんで、ガリガリ、兵を進めていきましょう。まあ、3方向ぐらいからね、一気に、攻めかかっていきたいなというところになるんですが、いざ参ろうか。皆さん、続いてください。いざ参ろうか。四国にもこの際兵を進めていきましょう。皆さん、続いてください。どっか1箇所で負けても残り3箇所で勝てばいいっていうね、そういう形を目論んでいます。で、鉄砲はねバリバリ買っていきたいんで、鉄砲ももちろん用意をしていきましょう。で、兵糧はね、ご覧の通りもうたんまりあるんで、あんまり兵糧のことは考えずに、もう本当に出兵出兵の連続で一気に長宗我部を粉砕していきましょうか。で、鉄砲この際ね、いっぱい使っちゃったんで、鉄砲を買っておきましょう。行いましょう。取り計らいます。ってなると、お金がないか。ちょっと待ってくださいね。歩兵で、有岡城とかね、かなりの数の、足軽を入れてるので、ちょっとこれで足軽を減らしましょう。承知した。焼け石に水感はありますけど、さすがにね、マイナスになるのは避けたいんで、お金も今何も考えずに鉄砲買っちゃいましたけど、さて、長宗我部軍か、勝敗の行方は分からない。これはじゃあ自ら、指揮を取りますか。しかも信親か、ちょっと危険だな自分で。操作しましょう。陣が多分敵に張られてると思うんで、味方としてはね、おとり挑発で敵を引き込みますか。こちらの方まで。私にお任せを。いや違うな。まあいいか。おとり挑発にしておいて、中央に敵を集めておいて、両脇の陣をかっぱらっていくっていう作戦でいきますか。そうすると、ご命令を。なんとしてもね、敵の陣をまず崩していくっていうところをやらなきゃいけないので、ちょっと待ってくださいね。久しぶりにやるともうすぐ操作を忘れちゃうっていうね。ゲチュ、始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。ご命令を。ゲチュ、始めよ。ゲチュ、あとは始めよう。敵が都会してくるところを狙いましょうか。ゲチオ、始めるぞ。ゲチオ、覚悟せよ。ご命令を。始めましょうか。始めるぞ。
覚悟せよ。行きます。今ねちょっとシフトが効かないなと思ったら全然違うパソコンのシフトを触ってましたね。どうりでシフトが効かないわけだ。挑発は全く効いてない。ここに関して言うと策のある者がいるようです。我が策ご覧ください。やりたい前へ。知れましたな。逃さぬ。どうだ、ジンを潰せるかどうかだな。ジンはね潰しちゃいたいですよね、できれば。ただ敵はジンの守りではなくこちらに向かってきますね。これは願ったりかなったりだ。そういう動きをしてくれるんであればまずはジンを潰して、ご命令。始めるぞ。しまいましょう。放て。何放てって。ゲチ。覚悟せよ。ゲチ。始めるぞ。敵の居所知れましたな。まずいな、攻撃を受けるな。これ攻撃を受けないように後ろをそっとついていく。ゲチュ始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。敵の居所知れましたな。放て。よし、これでジンは潰せそうですね。ジンが潰せるとなったら、ね、始めよう。一部隊だけ都会させる。いや、敵の動きがわからない。知れましたな。全く敵の動きがわからない。切り込め。そうなると再び覚悟せよ。こちら側に移りましょう。始めるぞ。ジンは全部潰したね。あとは始めるぞ。まあ、各々戦ってもらうしかないけど、とりあえず長宗壁とまともに1対1で戦っても勝ち目はないんで撤退させましょう。覚悟しろ。始めよう。悪いがその首もらっていくぜ。敵の居所知れましたな。切り込め。このままでは。策のある者がいるようです。我が策、お
聞きくだされ。ロドリソク、お聞きくだされ。始めるぞ。何もしてない、退陣してるだけで終わっちゃうからね。下手するとね。敵の居所知れましたな。ゲチよ。時は今、力を合わせよ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。今は引こう。ゲチュ、覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。ゲチュ、叩きのめせ。始めよう。ゲチよ、始めるぞ。待ってくれ、これマジか。終わるの？いや、何もしないまま終わったな。もったいない戦いになっちゃったな。まあ、ちょっと陣を取られてるとやっぱきついはきついよな。今の戦いって何にもしてないですからね。四国への協力はできなかったか。マジか。残りで勝ってくれりゃいいんだけどね。ここも長宗壁強いな。浮田隊か。浮田隊、これ陣どっち取ってるかな。ちょっとそのあたりもしっかり見極めてやらないと、今みたいのと同じことが起きるな。敵が陣を持っている。ただ今度はこっちは精鋭が揃ってるんで、なんとかなるんじゃないか。神出鬼没になってるけど、まあ神出鬼没でいいでしょう。騎馬隊も一人いるね。この力スンキサンダーユーが騎馬隊なんてどうにかなるな。これは確実に勝とう。まずは騎馬隊で敵をね追い散らかしていきたいんですが、この策で出し抜いてくれよ。いざ進まん。ゲチュ、始めるぞ。ご命令、始めるぞ。あとは鉄砲隊を覚悟せ、並べよう。ゲチュ、覚悟せよ。ゲチよ、始めよ。ご命令ください。始めましょう。ゲチよ、始めましょうか。ちょっと鉄砲隊がうまく機能しないかな、このままだとね。始めるぞ。行くとするか。さっきの四国上陸作戦失敗に終わったのは痛いな。あそこまでね戦わずに負けるとはちょっと思わなかったけど、これが大使なんだよな。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、始めよ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、始めましょうか。始めましょう。敵の居所知れました。
そのジンが健在なんだけど、ジンに単体で攻撃仕掛けるのは危険なんで、サンダーユーはこの策で出し抜いてくれよ。この策で出し抜いてくれよ。ジンを襲ったらすぐにいざ進まん。撤退というかね、さらに回り込みましょう。ご命令を。で、そごうも一回取ったらすぐに退くと。いや、総合体はあれだな、数も多いし、陣を取ったら引き返そう。始めるぞ。で、敵の本陣は3台の320、この騎馬隊でなんとか撹乱してもらいましょうか。出し抜いてくれよ。いざ進まん。それにしても敵は全然攻めてくる気配がないな。双方カズマス隊に敵がやっと気づいたな。策のある者がいるようです。始めるぞ。勝てるとでも思ったか。かかれ。やってやるぜ。にらめっこが続いてるって、これなんかさっきのねパターンと同じパターンになりそうで怖いな。ゲッチ。いざ進まん。今ぞ攻め込め。突き崩せ。やりたい。陣を破壊してくれたね。陣を破壊してくれただけで本の字だわ。ただこれもね、結局サンダーユーが散りゆくとその時点で終了ってことになりかねないんで、なんとか離脱してもらいましょう。敵の居所知れました。サンダーユーは逃げ切れないかな。これはサンダーユーが逃げ切れないと同じパターンになるな。出し抜いてくれよ。この策なんとかね、出し抜いてくれよ。ご命令ください。ロゴス、お聞きくだされ。ゲチ、覚悟せよ。ご命令を始めるぞ。ご命令を始めるぞ。ご命令を覚悟せよ。ゲチよ、覚悟せよ。ご命令を。皆の者、恐れるでないぞ。突き崩せ。撃つのです。乗れ好機。まさか破れるとは。三代は撤退か。まあただ最低限の目標というか、やってほしかったことはやってくれたので全然いいね。あとはこの状態をいかに繰り返すかだな。何かありませんか。みんな気をつけて。始めるぞ。ゲチョ、ロゴリス、お聞きくだされ。策がございます。策がございます。鉄砲の集中砲火だな。ゲチョ、始めるぞ。ここもダメか。なんとかなる。1ミリぐらい残ってくれてるってこと。これはなんとかしないとまずいな。お聞きくだされ。策がございます。
策がございます。我が策、ご覧ください。速攻で削り取らないと。1ミリ残ってくると今のうちに切り込め。よし、回線に置かない。これでちょっとは戻ってくるんじゃないか。指揮ゲージが戻ってくるね。よし、これがコースだ。ご命令を。覚悟せよ。始めましょう。ゲチ、ちょっと深い泳ぎできないので始めるぞ。私に策があります。ゲチ、覚悟しろ。こんな時にしか分かんないか。なのもの、恐れるでないぞ。始めるぞ。ご命令、覚悟しろ。雨を降らなければね。さて、ただ、さっきの鉄砲戦車がなかったら終わってたから。やりたい、お願いします。あとは雨が止んでくれるのを待ちましょう。策のある者がいるようです。ゲチ、始めるぞ。これにて幕とさせていただこう。我が策、ご覧ください。いつだと、おっと、一徹そっちだったか。やっちまったな。始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、お覚悟願います。ひるむな。つかめ。放て。赤蔵ども、覚悟せよ。そしたらネネ様と一徹は下げて、ちょっと指揮ゲージの回復を待ちましょう。覚悟しろ。覚悟せよ。お命令を。ゲチ、始めるぞ。ゲチ、覚悟しろ。突き崩せ。仕方ねえ、一旦引くか。やりたい、前へ出て。切り込め。雨が早く止んでほしいな。雨が止まないと、ちょっとこの劣勢を盛り返せないかな。始めるぞ。ゲチよ、お覚悟願います。皆の者、恐れるでないぞ。始めるぞ。強襲が今となっては本当に邪魔くさいな。覚悟せよ。我が策、ご覧ください。よし、ようやく雨が上がる。知れました。放て。甘く見られたものだわい。策のある者がいるよう。一徹とネネ様が絶対に追い込まれるのか。多分間に合わないんじゃないかな。何かありませんか。この2体が一気に鉄砲に追い込まれるとかなりきついけど。我が策、ご覧ください。逃げないのなら仕方ありませんね。ご命令を。皆の者、恐れるでないぞ。ご命令ください。みんな気をつけて。総合体でちょっと救援が間に合うかどうか。甘く見られたものだわい。攻めよ。振り上げた軍略、見せてくれよ。策のある者がいるようです。さあ、一旦ここで左翼は休ませることができる。覚悟せよ。我が策、お聞きくだされ。策がございます。とにかく鉄砲を正射して。我が策、お聞きくだされ。我が策、ご覧ください。捕らえるしかないんだけど。ここは守れ。ようやくね、指揮ゲージが真ん中まで戻せるかなっていうところまで持ってきましたからね。覚悟なき者、
負けはせぬ。今は引こう。戦は始まったばかりだぜ。まだ負けてはいませんよ。お聞きくだされ。ゲチよ。もうひたすら鉄砲を撃って撃って撃ち尽くそう。悪がございますぞ。我が主、お聞きくだされ。何かありませんか。始めましょう。我が主、ご覧くだされ。総合体もちょっと一旦休ませたい。北畑と信秀もちょっと指揮的に危ないんで。とその二人下がらせる。居所知れました。我が策ご覧ください。逃げないのなら仕方ありませんね。下畑がここで戦利されるとかなり痛い。策がございます。あそこ踏ん張ってもらうしかね。まあ踏ん張れないんだけど、なんとかこらえてもらうしかないけど、救援できる部隊もいないしね。そうすると北畑をもう下がらせるしかない。で信秀で間に覚悟しろ。策がございます。策がございます。我が主、お聞きくだされ。私に策があります。格の差思い知るがよい。ご命令。敵が近くにいないんだったら今のうちに海軍を舞い込んで始めるぞ。ここはなんとか敵の一部隊をまた敗戦を追い込む。見せてくれよ。北畑が持ってくれるかどうかでちょっと第一戦況が変わるけど、持ってくれる？持ってくれないね。しょうがない。信秀でちょっとあそこは食い止めましょう。一旦くだされ。策がございます。策がございます。始めるぞ。北畑が宣戦布帰するくるまでなんとか持ちこたえましょう。今戦力が6度分伸ばしているので やっぱ鉄砲隊が強いですね。このままでは。で、ノブリの鉄砲の正射で敵の一部隊が回収できる。いやさっきの二の舞になるところが相撲当初四国上陸作戦と二の舞になるところでしたけど、なんとか持ちこたえられそうかな。これね、だと始めるぞ。あとは左翼に敵の増援が来ると一気に崩れる可能性があるので、敵の左翼だけは注意しておきましょう。あとは鉄砲隊を前に並べておいて始めるぞ。策がございます。我が主、お聞きくだされ。策がございます。覚悟せよ。策がございます。策がございます。我が主、お聞きくだされ。我が主、お聞きくだされ。始めるぞ。あとは味方の左翼が釣り出されないだけは気をつけましょう。左翼は一旦下げます。始めるぞ。ご命令を。ここみんなこぞって始めましょう。士気が低くなってますからね。ご命令を。で北畑をその代わりお覚悟願います。左翼に回しましょう。かかれ。お聞きくだされ。お命令を。
始めよ。始めるぞ。ロドリス、お聞きくだされ。いや、ライレンの本当に狙撃射程長いですね。撃返すぞ。攻め込むぞ。突き崩せ。さあ、一気に戦意ゲージは逆転してるな。これ鉄砲隊のおかげだな。鉄砲隊がなかったら策がございますぞ。やられてたな。策がございます。ロドリス、お聞きくだされ。我が策ご覧くだされ。我が策ご覧くだされ。始めるぞ。みんな気をつけて。始めましょうか。戦を続けようか。敵の居所を知れました。策のある者がいるよ。次々に敵は戦線復帰してくるんで、これをね、うまく組んでいかないといけないですね。お聞きくだされ。ご命令を。始めるぞ。一よ、始めよ。始めるぞ。かかれ。さてさて、とはいっても敵も来るね。策がございます。壊滅に追い込めてないんで、戦線復帰してくるっていうのがちょっと厄介ですね。まあ、ただここは鉄砲隊としていきましょう。我が策で、智則は規制崩しを打っておいて敵の攻撃力をそぎます。前へ突き崩せ。ここに来て、そうか、浮田秀家本陣が出てきてね。これはこの機に戦いを決めよう。敵の本陣を切り崩してしまって終わらせよう。これにておっと突撃にしちゃった。鉄砲にしたかったんだけどな、今のところはね。そうすると、どうする？メネ隊を前に出すか。我が策ご覧ください。いや、ここでもう戦いを決める気持ちで、気持ちですが、戦いを決めに行きましょう。始めるぞ。温存していた左翼も前に出す。ここは守れ。じゃあここで撤退か。用心は足が速くなる。これ削り取れるか。なんか謎の動きをしてくれてるんで、これは浮田秀家の部隊が悪がございます。階層には持ち込まれた。ロドリス、お聞きくだされ。ご命令ください。みんな気をつけて。ゲチ、始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ここは守れ。そうまで持ってけないか。足が速すぎるだろ。用心されると足が速いわ。で、信秀がそうなるとピンチか。決めたかったけど決めきれないな。何かありませんか。我が策ご覧ください。ロドリス、お聞きくだされ。ゲツ、始めるぞ。お命令を。始めよ。覚悟しろ。ウエスが増やされてしまったな。我が軍力よ。いやー、生きた日であそこで撤退に追い込めなかったっていうのはさすがですね。あそこまで足が速いとどうにもならない。やりたい。前へ放て。今は引く。あともう一部隊がとどめをさせれば決まるかなって感じですけど。始めるぞ。ロドリス、お聞きくだされ。我が策ご覧ください。我が部思い知るがよい。撤退に追い込むのを敵に袋叩きにする。これにて
後ろからね、敵の増援が来ると稲葉隊が今度逆に、ね、攻撃を受けるんで稲葉隊が敗走する可能性もあるんですが、始めるぞ稲葉隊、ここにいる稲葉隊でなんとかそれをされる前に決着がついてくれたね。いや、一時は本当に危なかったですけどね、なんとか浮田隊を撃破したんで山陰の方は戦線を進められそうですね。まだまだ若い者には負けぬわ。かたじけない。決戦の指揮は取らずにここはかけるだろう。いや本当に長宗我部との戦い血みどろだわ。報告しよう。先月の終始だ。長宗我部の軍勢か、足もつい。ここも任せちゃう？負けるよね。まあなんとなくそんな気はしてたけど。この戦、我らの勝ちの一つしろとった。騎乗だけさせる。天神山も取るでしょ。問題は天神山じゃないとこだな。四国を放置しておいて、行軍できるところあるかな。ちょっと待ってくださいね。進め。天神山は絶対取れるでしょう。このでも本当に信長の野望大使に関して言うと何が正解かが全然わからないですよね。ここは指揮を自ら取ろう。浮田秀を再び返り討ちに合わせよう。どういう戦い方が正解なのか全然わからないわ。何しかも陣うわ厳しいな。これは厳しいわ。こんなことになってた。信秀5400に智則。うわこれきつい戦いだな。さてどうするかな。敵の数が多すぎて話にならないからな。ゲチよ。まさかこんなことになってるとは思わなかったけど、まあしょうがないよね。こうなっちゃってるかといってね、その浮田秀を叩けるわけでもないからな。浮田秀の数がね500とかだったら浮田秀だけを狙うっていう手もあるんですけど、ここは浮田隊5000ぐらいいましたよね確か。となるとどうなんだろう。浮田隊だけを狙ってどうにかなるって話じゃないし。お覚悟願います。ちょっとここ始めるぞ。この
開けたところに部隊を集中させて鉄砲で敵を迎え撃ちますか。知れました。北隊じゃないかこれは。よく見ると浮田隊が全軍突撃してきて、全軍突撃できてるな。殺到するパターンだな。浮田隊をこれはどうだろう、どこまで隠れたって話になってくる。我が策ご覧ください。我が策ご覧ください。このままでは、このままでは。どものりの振りが異常なほど速い。持つのかこれ。戻し、聞きくだされ。我が策ご覧ください。一旦引こう。やりたい。前。我が策ご覧ください。さすがに結構強力だね。でも今のところ結構以上に当たってるから、ね、一旦引きましょう。放て。一旦引くぞ。マジか、これで勝つ。ここは引きます。いや引くよな。で、マジでも改造するよ。ここは惜しかったね。これ見てください、あと1ミリ。今だ、放て。いやだってもう今戦ってるみたいないからね。そりゃゼル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 になるよ。この攻め、まあでもなんか今鉄砲隊のやっぱり強さを見ました。これもう1部隊いたらちょっと流れっていうか、やりたい、話は変わってたかなって感じがしますね。放て。巻き返す。巻き返そう。やりたい。前へ。食い止める部隊がね、本当に士気を削られるだけ削られて回復しないまま合戦が終わるな。これいやちょっと長宗我部強すぎんだろう。長宗我部30万人いるからな、兵数がね。で石田勢も30万なんで、30万と30万のガチンコで殴り合ってても拉致が開かないといえば拉致が開かない。矢を放て。矢を放て。友成が戦績。そしたら友成の舞台で逃げちよ。お覚悟願います。とりあえず一部隊で部隊と削っていきましょう。今は引くぞ。放て。我が策ご覧ください。始めましょうか。敵の居所を知れました。油断しましたね。我が策ご覧ください。逃げないのなら仕方ありませんね。まあ多い一戦もね、あなた過去の信長の野望ほどに威力を発しませんから、ね、今は引こう。矢を放て。放て。いやでも本当に鉄砲隊の可能性を見た戦いではなくて、それだけにあそこでもう一戦車できてればっていう感じだよな。だからやっぱもう一部隊なんですよね。もう一部隊いれば。やりたい。前へ。策のある者がいるよう。本当に鉄砲隊強い。逃げないのなら仕方ありませんね。前回の戦いと今回の戦いでだいぶ消耗しちゃったんで、鉄砲またね買い増しなきゃいけないっていうのが出てきちゃうんですよね。よし、逃げてる戦いでした。これでもう一回戦えるか。代わりにね、友成がだいぶ減っちゃってるんで、こちらが
一枚上手のようですね。ご命令。覚悟しろ。まあ、敵に後ろ向けてでも目の前の部隊を倒そう。やりたい。前へ。敵の居所を知れました。今は引く。ご命令を。始めましょうか。覚悟しろ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。我が主、お聞きくだされ。我らが意地、見せてくれようぞ。ゲチよ、お覚悟願います。敵の居所を知れました。またなおヒデイエが出てきてる。これヒデイエ倒せればやりたい。前へ。決着がつくんじゃないか。なんかそんな気がしないけど。策のあるものがいるよう。我が覚悟お見せしよう。ご命令。まだ終われぬ。やりたい。前へ。いやー厳しいかな。放て。せめてね、鉄砲戦車ができればお覚悟願います。多少話も変わったかなっていうところはあるけど、この一撃全てをかける。いやでも本当にどうするかな。超無双化で今日の戦闘ですよね。なんか今僕がプレイしてるどのゲームのプレイも信長系は全部同じような悩みにハマっちゃってんだよな。結局ね、戦力が拮抗し始めると無理地というか無理にご利用してもどうにもならないんですよね。このままでは、このままでは負け戦か。引くぞ。ゲチよ、覚悟しろ。敵の居所を知れました。いやでも劣勢のね、矢を放て。よく戦ってくれましたよ、ね、ここまで。我が主、お聞きくだされ。本当に悔やまれるのはもう一部隊いればっていうところかな。一旦引くぞ。敵の居所。士気の面では互角以上。一時は1ミリまで矢を放て。追い詰めましたからね、敵をね。放て。やりたい。おい。シュラとなりて敵を焼き尽くさん。敵の居所を知れました。放て。やりたい。前へ。さあちょっとここでも負けてしまったんで連敗が続いてるんで、ちょっと立て直しを考える必要があるな。どうするかな。10万規模の軍勢同士のぶつかり合いを一度やっておくと一気にね削れていいのかなとは思うんですけどね。城が取り囲まれました。いや見えてるよ。報告しよう。せっかく取った城を失うわけにいかないから。表情を始めましょう。三好長吉、秀吉、勘助。他のも見とく。光秀、一益。いや超豪華メンバーだわこれ。すごい豪華ですね。そうすると戦闘系でいうと総戦術とかいらないしな。となると、まあ金山勝利の上がれとく。あと農作業改革もやっておきますか。草刈りなんてあんまりやらなそうですけどね。
新山城の救援間に合うか。間に合わないよな。せっかく取った城を失うのか。天神山だけでも取れればよしとするか。じゃあ今回は長吉はここ強行しておいて天神山を取ろう。悪いが負けられぬのでな。戻ろうぞ。さてどうするのがいいかだよな。いっそのことね、大軍勢を指揮して一大決戦に及ぶっていうのがいいのか、あともう一つは一度敵に攻めさせるかだな。でこちらに陣がある状態で、敵を、一周しておく。で反転攻勢で一気に城をかすめ取るっていうのがいいのかな。どっちにしてもただね、長宗我部の軍勢の数27万2000、石田勢が32万、ほぼ拮抗してますよね。城の数でいうと圧倒的に多いんですけど、前線っていう意味で言うとね、結局ほぼほぼ拮抗しますからね、数は。なんで前線じゃないところからも軍を起こしていくっていう、ちょっとね、20、30の区を強いることになりますけど、行軍に時間がかかる、その分兵糧も使うとかいろいろありますけど、ちょっと次回はそれこそ終わり、あるいは越中越前、この辺りからも兵を出して、長宗我部に本当にね、総力戦を挑んでいきましょうか。というわけで、天神山を取ったぐらいしかちょっと成果がないんですが、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。